皆さんこんこにちはエミコです今日はいろいろなお店の名前をご紹介したいと思います。日本語ではお店の名前は何々屋さんって呼ばれるところが多いですよね。パン屋さん、お肉屋さん、お花屋さんなどなど。スペイン語でも同じで、コビにリーアをつけるとお店の名前になります。例えばこのお店、ケーキが売っていますが何というかご存知でしょうか。パーステレリーア。 パステレリアと言います。パステルが売ってるお店でパステレリア。ではこちらはパナデリアと言います。パンが売っているお店はパナデリア。ただシンプルに名詞プラスリアをつければ OK なものと違うものがあるんですよね。例えばフゲッテ。おもちゃのことです。フゲテを売っているお店はフゲッテリア。これはそのままで OK です。 では今回。¿Cómo se dice donde venden libros? Librería. ¿Cómo se dice donde venden frutas? Frutería. ¿Cómo se dice donde venden helados? Heladería. ¿Cómo se dice donde venden carne? Carnicería. ¿Cómo se dice donde venden pescados? Pescadería.

と言います。なんとかリアがつくお店の名前はすべて女性名詞です。ラ・パステレリアのようにラがつきます。アいうなパナデリアセルカデアキとか。中には何々リアで終わらないお店もあります。え、ルスーパーメルカード、ラ・ティエンダ・デ・ローパ、ラ・ファルマシア、ラ・アヘンシア・デ・ビアヘス、などなど。 今回の「〜リアとか以前ご紹介した「〜メンテ」はとってもスペイン語っぽい響きなのでぜひ覚えてみてくださいね。muchas gracias por verme ビデオ。チャオ